ですね、僕がメディさんと会ったのは、まあ、だいぶ若い子なんですけどね、ちょっと覚えてないんだけど、やはり伊勢崎町かな、その時にやはりいきなり真っ白い人が来るんで、ちょっとなるべく顔を見せないように、見せないと目を合わせないようにしてましたね。それが何回かあって、で気になって、確かその時親父にちらっと聞いたら、なんかメディさんとは言ってなかったけど、なんか貴婦人みたいな妙な言い方したんで、と思ってそのままもう忘れてたんですけど、ただ仕事場がこちらの方に移ってきて、港のそばに僕のスタジオが移ってきたんで、それからちょこちょこ会うようになりまして、ちょっとだんだん気になりだして、その前に若葉町かな、若葉町の時に歩いていた時に、伊勢崎町の 裏通りなんですけど、その時に向こうからやっぱりメリーさんが歩いてきて、それも赤い冬だったんで赤いコートを着て、バラの花かな、紙に包んだ、それを持って歩いてきたのを撮影したのはその時初めてですね。通りすがりにもう隠し撮りですね、この辺ちょっとこの辺にカメラを置いて横向きながらパシャッとした、それが最初のメイさんを撮った一枚ですね。それからやはりだんだん気になってきて、どこにいるんだろうなというんで、まあ、街の写真をよく僕は自分の作品として街を撮ってるんで、やはり明治さんが時間によって現れることを、だってどこに移動するかっていうのが分かってきて、それでじゃあでもちゃんと撮るんだなっていうんでね、ジエンビルっていう若葉町のところにあるんですけど、そこにいるという情報を僕の、まあ、飲み屋の友人が教えてくれて、でそこに撮影許可を当時頼み、そこからですね、だからちゃんと正式に取り出したのは1993年、1年間だけびっちり撮影しました。その後写真集が出まして、五木寛之先生も交えて、五木先生もすごくやはりメディさんのことを前から気に入ったらしくて、2時間以上ずっと対談しました。